どうも、きかちあみです。今日はですね、インスタグラムで、募集した質問を答えていきたいと思います。ボディクリームは何を使っていますか？最近使ってるのはキールズっていう化粧品のブランドのボディクリーム。すっごい保湿もできて匂いがあんまりないんですよ。あとジョンソンっていうボディクリームもすごい伸びが良くて安いので使ってますね。私結構クリーム大好きで、これ言うの恥ずかしい、で言うの恥ずかしい、実はバスタ用のクリーム使ってます。ねえやだ。トイレットペーパーはシングルダブル？これ本当に気になってるかな。うちはなんとダブルです。愛用している香水は今持ってます。白のホワイトリリーっていう、ちょっと見えないか、これ白のホワイトリリーの香水です。あみちゃんの肌のお手入れの仕方を教えてください。最近事務所のマネージャーさんたちから誕生日プレゼントでスチーマーをもらったんですね。お風呂上がりとかスチーム当てると結構肌質が柔らかくなって結構おすすめ。このスチーマーをやった後に化粧水、美容液、乳液、クリーム、結構ベタベタにして私は寝ますね。今の目標を教えてください。仕事、プライベート、どちらでも。旅行にいっぱい行きたい。目標じゃないかこれ。今の髪色はなんて色ですか？これはベージュ系の色です。それだけしかわからないです。すいません。結婚して良かったことは、菊池亜美っていうのが芸名になったことですかね。病院とかが楽です。コミュ力を上げるためにはお風呂で一人で話してみる、どうでしょうか。何のドラマ見てますか？今更ガリレオ。顔のコンプレックスはありますか？いっぱいあります。目も嫌だし、顔が丸いのも嫌だし、全部嫌です。大好き、ありがとう。で、すごい一番いっぱい来てたのが、旦那さんとの出会いから結婚までのストーリーを聞きたいです。ちょっと話すと長くなるんですけどいいですか？まず私の旦那さんは5個上なんですよ。すごいなんか豆っていうかすごいなと思って、その出会いがね、ほんと結構運命的な出会いだった。付き合いましょうってなった時に、付き合う前の旦那さんがホテルを予約してくれてて、でバラの花束を持って、一生大切にするんで付き合ってくださいってプロポーズみたいな感じで言われたんですよ。で私はもうもちろんですみたいな感じで、で付き合ったんですけど、本当にその時に俺も結婚前提に考えてる人としか付き合わないから結婚視野に入れてほしいって言われて、だから今の旦那さんと結婚するか一生結婚しないかだったと思いますね。旦那さんとの仲良しの秘訣は何ですか？結構コミュニケーションとあとボディータッチがすごいんですよ、私たち。だからもう帰ってきて、ただいまーみたいな、一日何回キスしますかとか、テレビのね、収録とかで聞かれるんですけど、もう何回とか分かんないぐらいしてるんですよ。やらしい感じじゃなくて、なんか、チュッみたいな。あとね、これあんま共感してもらえないかもしれないんですけど、二人だけが分かってる、なんか、歌みたいなのがいっぱいあって。なんか、例えば、CM で、妹の Wi-Fi の曲があるじゃないですか。妹の Wi-Fi ってやつでも、社長の名前は西村さんって言うんですけど、なんかそこは私たちはもうあの CM が始まったら妹のって言っただけで、二人で妹のって歌うんですよ。別に笑いとかなし、普通に真剣にで、最後のでも社長の名前はのとこに、でも社長の名前はエグザイルって言うんですよ。エグザイルの CD とか DVD とかの宣伝をしてる CM もあるんですよ。でそれとチャンネル変えたらなんか混ざっちゃって面白いってなって、そっからもうかれこれ半年以上やってますね。ないこういうのあんまり。さすがにないですか？であとはコネッチョっていうのがあって、
あのコネッチョっていうのは私たち2人で作った造語なんですけど、なんかの言葉を言い間違えてコネッチョって聞こえたんですよ。でそれがなんか2人でつぼっちゃって面白くて、使い方は例えば私があなたも私もとか言ったら旦那さんがコネッチョって言ってくれる。私が何言ってもコネッチョって言ってください。あなたも私もコネッチョ。いや私の旦那さんそんな恥ずかしがらないから、普通にコネッチョって言いますから。ごめんなさい、話ちょっとそれちゃったんですが、仲良しの秘訣は何ですかっていうので、もう本当にこういうくだらないことを家でやってます。あなたも私もコネッチョ。いいですよフリー。コネッチョはこうやってみんないるじゃないですか、ね、うーって言ったらみんながテンションでやんなきゃいけないですよ。一回やっていいですか。3度の飯より。コネッチョ、うーコネッチョ。そうそうそう、みんなうまい。でももっとあの本当は声出さなきゃダメです。質問まだまだあったので答えきれなかったので、また質問コーナーやりたいと思います。この動画がいいなと思った方、またはコネッチョしたいなって思った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。